まには私だって話したいあんちゃんの自己主張ラジオ、始まりました。皆さん午後9時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。まあ、今日もね、毎度おなじみリモートで放送していきます。宮崎と東京をつないで放送しております。でちょっとですね、私がですね、あの宮崎から放送にズームでつないでる状態なので、ちょっとね、まあよくあるんですけど、画面がチカチカしたりとかね、声がなんか途切れたりとかよくあるんですけども、まあそうなったらですね、ちょっと画面をオフにしながら配信というか放送していきますので、まあ、そちらはご了承いただけたらと思います。さてこのラジオはですね、普段人の話ばかり聞いて自分は話さず相槌ばかり打っている、話したいけど前にすると何から話していいかわからない、この中ばっかりで会話をしていてリアルでの自己表現がわからなくなっている、そんな自己主張がど下手な私あんちゃんが唯一自己主張しまくるラジオ、あんちゃんの自己主張ラジオでございます。いや毎度ねこの説明をしてるんですけども、もうそろそろいいかなと思いつつ、まあ毎度毎度ちょっと尺つなぎで言ってる感じですもういいかなってはい、ということでね、まあ、この番組ですね、ちょっともう1年半ぐらいかな、やり始めてそんぐらい経ってて、まあ、ある程度ですね、私もやりながら流れをですね、もうその間作っては来たんですけど、まあそれでもね、今まで作った流れでも全然いいなとは思ってたんですけども、なんか聞いてる方もっていうか私自身がですね、なんかつまらんみたいなやりながら、あ、めっちゃつまんなくねみたいな感じになってきて、半年ぐらい前からちょっとね思い始めて、だからなんて、なんか見てる方っていうか私がつまらなくて、これが私のしたかった自己主張ラジオとかふと考えることが多くなってきて、これからはですね、流れをですね、で一回そのなんかいくつか作ったあのパターンをぐる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 回していこうかなみたいな、まあ、そうしたらちょっと動画としても重さが出てくるのではないかみたいな感じで考えて、まあ、今日はその1段目ということで、ね、新しい流れを取り入れております。ということでですね、前回とはですね全く別の流れなので、まあ、皆さんね、これは一体何をしてるんだってね、見てる方は思わないようにしてください。まあね、ちょっと新しい風を入れようとしてるだけです。空気のね入れ替えをしようとしてるだけなので気にしないでください。でですね、まあ、今月はですね新コーナーをですね、まあ、作りました。まあ私はですね、一体何が好きなんだろうって考えた時に、やっぱね音楽が好きなんですよ。そう、音楽を聴くのが大好きなんです。歌うのじゃないよ、聴くのが好きなんですよ歌うのはねもう全然プーですもうカラオケで、まあなんかあのカラオケの得点ってさ、下手な人でも60点は出るようになってるからそうまあそんな感じで、まあ、60点ギリぐらいな感じのレベルなんで、全然歌うのは上手じゃないんですけども、まあ音楽は好きなんです。音楽を聴くのが好きなんで、ちょっと音楽を楽しめるような音楽特化コーナーを作りました。その名もタイムリミットミュージックということでですね、まあ今日はね、そのタイムリミットミュージックのね初放送をいたします。まあぜひぜひ見ていただけたらと思います。まあね、今の季節ならではの楽曲をですね、まあ、3曲選んでいるので、まあぜひぜひ、私はね音楽が好きだっていう方はね、ぜひ見てください。まあ、音楽だけ聴きに来てもいいですよはい、ということで、まあ、それからですね、2日前にですね幕を閉じた盛り上がった甲子園ですね、まあ、甲子園曲をね投げながら、あ、投げながらじゃない、私が投げてどうすんのかけながらねそうかけながら放送いたします。まあ、今月はね新しくなった番組を楽しんでいただけたら嬉しいです。で番組ではですね、メッセージもお待ちしております。鳥越あずり FM のツイッター、旧ツイッターか、今 X なんですね。なんで変えたんやろまあなんだっけ、なんとかマーロンやったっけ、なんとかマーロンが変えたんやっけ、わからんけど名前忘れたはい、まあ、その人が変えた X ですね、はい、X からあのどしどしお待ちしております。それからですね、多分こっちかにあります、まあ、そこから送ってもらってもいいし、はい、
ぜひぜひメッセージお待ちしております。まあ、ということでね、番組を、まあ、ぼちぼちスタートしていきます。ということで、まあ、最初はね軽くお話をさせていただきたいんですけれども、まあ、最近天気がですね全国的に不安定ですよね。まあ、関東の方とか特にひどいんじゃなかったですかね。なんかゲリラ豪雨がどうのこうのっていうのをニュースでよく見かけます。まあ、皆さんのねお住まいの地域とか大丈夫でしょうか。しかもね台風がまたやってくるというね、台風9号そして10号、ダブル台風ですね。お盆にやってきたのにまだ懲りずにやってくるんかいみたいないい加減にしろみたいなまあそんなね台風なんですけども、まあ、今回はかすらなそうな感じはしなくもないけど、その沖縄でうようよしているなんか9号の方ですね、9号の方がちょっとなんか宮崎的には危ないかな、宮崎県民的に危なそうな感じがするなっていう予想は立ててるけど、でもまあ関東の方ちょっとかすりもしなさそうな感じの、ね、台風ではあるんですけども、まあね、あの台風6号みたいにね急にねガンガンってね曲がってくるね台風も存在しますので、もう どうしたって感じだったもんね、あの台風6号ね、なんでそっちに行っちゃったのみたいなそんなね台風もあるので、まあ、皆さんね最新の天気情報を見て、まあ、あの台風のね進路とか逐一チェックするようにしていきましょう。はい、で、まあ、そういえばですね、話はねガラッと変わるんですけど、8月24日昨日からですね9月16日まで今年3度目の彗星 の、 あの逆行期間、もうなんかあっちなんだっけ、戻る方なんか逆行しちゃってるんですね、の期間と言われています。まあ、彗星が逆行とはですね、太陽系の中で地球より太陽に近い内側を回っている彗星が他の星と逆の方向に動いているように見える現象のことを彗星逆行と言います。まあ、実際にですね彗星がもう逆行しているわけではないんですね、そう見えるみたいな動きなんですね。で、まあ、この彗星逆行なんですけど もう逆行って言いづらい、なんかなんでこの話題入れたんだろう私って感じだけどまあ、はい、まあ、その逆行がですね、人間関係や通信機器のトラブルが起こりやすいと言われています。まあ、西洋占星術において彗星はですね、思考と情報そしてコミュニケーションを司るとされています。まあ、その影響で、まあ、そういうトラブルが起きやすいよと言われている時期ですね。はい、ということでね、まあ、どういうことが起きるかというとですね、人間関係とかですね PC、まあ、パソコンですね、あとは携帯などの通信機器のトラブルが多発したり、まあ、あとですねなんかこう、まあ、分かりやすく言うと電車が遅れるとかですね、人間関係でちょっとなんかコミュニケーションがいつも取れてるのに急に取れないとかですね、急に取りにくいというか言葉が通じづらいというか、まあ、そういうトラブルが起きやすいというね言われています。まあ、いつも起こらないようなね気持ちのすれ違いとか勘違い、まあ、恋人や仕事相手とかですね、コミュニケーションがうまくいかなくなることが結構あるので、まあ、皆さん、まあ、ぜひ気をつけていただきたいなと思います。またですね体調も不安定になりやすい時期とされています。まあ、ということでですね、まあ、あの対策としましては、まあ、一つ目急がないです。まあ、やっぱね遅れたりとか、まあ、さっきも言ったけど電車遅れちゃったりとかバス遅れちゃったりとか、まあ、そういうことが起きやすいけれども、まあ、イライラせずに、まあね、急がない、まあ、急ぐとですねもっとねトラブル起きやすくなってしまうので、ね、気をつけていただきたいと思います。あと2つ目ですね、節制する、まあ、トラブルが起きるとですねストレスが溜まりやすい、イライラしやすいということでね、買い物に走りたがちなんかね買い物するとスッキリしたりとかね、まあ、無駄ななんかこう出費をねしたりとかしますので、まあ、ぜひあの財布の紐はギュッと締めていただいてまあ節制していただきますますようお願いします。そして3つ目、のんびり休む、ね、トラブルが起きるとね、まあ、イライラしやすい、まあ、さっきも言ったけど、まあ、そういう時はねのんびり休むにつきます。まあ、仕事もね、まあ、こう言っちゃなんだけど1日ぐらいずる休みしてもよくねって思っちゃう方なんです
もうなんかなんでみんなそんなに真面目なんだろうと思うこともあって、なんかそんなに、ね、嫌だったら1日ぐらい休みなさいよって思っちゃうんだけど、まあ、責任感とかいろいろあるけど、まあ、1日ぐらい、ね、休んでもそんなね大丈夫ですよ。オッケーオッケーで4つ目、1人の時間を作る。まあ、みんなでいると、まあ、結構ねすれ違ったりとか、まあ、いろいろあるから、人間関係はねいろいろあるんでね、まあ、1人の時間を作って自分と向き合う時間を作ってください。まあ、以上4つ、まあ、今ね水星逆行の時期ということで、8月24日から9月16日までトラブルが起きやすいよという時期ですので、皆さんお気をつけください。ということで、お次はちょっとガラッと変わってコーナーに行きます。その名もあんちゃんの今これまあこのコーナーはですね、まあ、世の中の流行とか関係なく、私の流行がこれだよみたいな、今の私が着てるものこれみたいなのを紹介するっていうコーナーです。まあ、でですね、まあ、私ですね、番組をするにあたって事前にいろいろ考えるんですけど、今日今これなんだっけなみたいな感じで考えたんだけど、あんまり出てこなくてまあなんかあんまり語れないかもしらんのやけど、まあとりあえず今なんか最近聞いた中で一番なんかこれ良さそうみたいな、なんかこれいいなって思ったものを今からご紹介します。まあ、今からご紹介するのはですね、高千穂水晶ですね。高千穂の山で採れた、高千穂っていうのはですね、宮崎県にあるんですよ。高千穂っていうね、まあ、パワースポットがあって、まあ、高千穂峡とかだったら皆さんご存知なのではないかなと思うんですけど、はい、まあ、そこで採れた高千穂水晶ですね。高千穂の、まあ、山系で採れる、まあ、採出される希少な天然石のことですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。で、取れる量がですね、非常に少ないんですね。皆さん、ね、高千穂水晶ってね、Google で入れてみてください。全くヒットしないです。あんまり出てこないし、値段もですね、めちゃくちゃ高価です。まあ、そのぐらい希少なんですね。で、高千穂水晶はですね、不思議な浄化能力とかですね、お守りのパワーが強いってされています。まあ、パワースポットなんでね、まあ、その影響で、まあ、そういう力が強いんじゃないかなと言われています。天照大神や800万の神々と縁のある天の岩戸の山奥で発見される水晶ということで、まあですね、私の知り合いがですね、まあ、ちょうど高千穂水晶で、まあ、イヤリングとかピアスとか、まあ、ネックレスとか作ってる知り合いの方がいるんですけど、やっぱねまずその水晶を取れる方が少ない。その方がお世話になっているのが74歳のおじいちゃんなんですけど、その方がいなくなったら仕入れどうしようっていうぐらい、まあ、いない、後継者もいないということで、まあ、結構ね、まあ、深刻な問題ということなんですけども、まあ、そのおじいちゃん的にはまあ、まあ、結構頑固な方なんですけどね。まあね、その山もですね、実際もう数が希少なんで紹介されないんですね。そう、まあ、その方たちのみ知ってるんで、まあ、その取りに行く方々が知っているみたいな感じなんで、あんまり 出回らないんですね。そう、だから自分でなんかこう、その方も言ってたけど、自分でこうつてをたどっていって、で取れなんかもう仕入れ先を自分で確保するみたいな、もう結構ねもうつてつてで行かないとなかなか取ることができないというね、まあ、それだけもう希少で珍しい水晶です、ね。まあ、普通の水晶と何が違うのってね、その知り合いの方とねお話をしたんですけど、全く覚えてないんですよねいやもう水晶が綺麗だっていうことはなんかもうめちゃくちゃ興味持ったんだけど、そこら辺ね聞いたんだけどね覚えてないんだよね。そこ重要だよねって感じなんだけど、でもなんか違ったみたいな、なんかでも、ね、なんか言ってた、いろいろだからいろいろなんか違いはあるんですよ。でも透明度とかじゃないんだと思うんだよな、何だったか忘れたけど、なんかいろいろねやっぱね話してくれたんだよね、覚えてないごめんって感じなんだけど、まあそんな感じでね、高千穂水晶ですね、
まあ、宮崎県に行ったらですね、高千穂道の駅っていうところがですね、高千穂峡の、まあ、多分近くにあるので、まあ、そちらに寄っていただくと、まあ、その作家さんがですね、まあ、イヤリングとかピアスとかね、まあ、ネックレスとか作って置いている商品があるので、まあ、興味のある方はぜひ、まあ、そちら道の駅とかね、まあ、旅行に来るついでにね寄ってみてはいかがでしょうか。近くにね美味しい蕎麦屋さんもありますそうそう、はい、ということで、あんちゃんの今これは高千穂推奨でした。さてさて、サクサク次に行っちゃうんですけど、まあ、今日はですねコーナーが迫ってるのでサクサク行かないとね終わらねえって感じなんです。で、次が原稿なくしたわ。どこやったっけ、原稿どっかにやったな待って待って、あのね更新、あったあった、OKOKOK、はい、ではここからですね、あの甲子園についてあのお話しさせていただきます。で、あの23日にですね、8月23日、仙台育英と慶応ですね、決勝が行われておりました。まあ、そちらでね幕を閉じた夏の全国高校野球についてお話ししていきます。まあね、バックミュージックもね今ね、甲子園の入場からの曲がずっと流れてますね。もうこれをね聴きながらぜひ甲子園に浸っていただきたいなと思います。はい、ということでね、全国高校野球、まあ、いろいろなねドラマがあって、まあ、どこ切り抜こうかなって、まあ、正直めちゃくちゃ悩んだんですよ。どうしようかなみたいな。でも、まずはですね、私が住んでる宮崎県代表、あの宮崎学園についてお話ししたいと思います。まあ、通称宮学なんですね。宮崎学園、通称宮学。まあ、宮崎県に住んでる方は大体宮学って言います。で、まあ、今年ですね、なんと初出場だったんですね。まあ、なかなか皆さんも聞いたことないと思うんですよ、初出場です。で、もともと女子校でした。で、1939年に女子校として開校しました。で、2003年男女共学になったこととともに野球部が創立されたということで、比較的ですね野球部の歴史が浅い野球部です。まあ、部活ですね。まあ、注目選手、宮崎学園の注目選手は189センチの大型左腕、川野選手ですね。めちゃくちゃ背の高い選手です。なんかね、この2年生だったかな、そう、まだ3年生じゃなかったと思うんですよね、確か。うん、で、この方が、この選手が結構活躍して、まあ、決勝、まあ、結構ね、宮学、強いとことね、ずっと当たってたんですよ。延べ学だったかな。まあ、決勝はですね、精神ウルトラじゃない、ウスセラなんだっけ。あ、ちょっと忘れた。精神なんだっけ、なんとか。失礼やな、まあ、そういうね、あのめちゃくちゃ有名で強い高校と当たって競り勝ってました。はい、まあ、そのぐらいね、はい、ハラハラドキドキしたんですけども、まあ、甲子園でもですね8回、まあ、逆転されて負けちゃったんですけども、まあ、なんかハラハラドキドキしたいい試合でした。で、あ、そうそう、宮崎予選、まあ、決勝はですね、精神ウルセラさっきなんつったっけ、ウルトラっつったよねちょっと待って、動いたかな、大丈夫かな、たまにこういうことがねあるんですよそうそう。で、その決勝ですね、予選、宮崎予選の決勝はですね、延長10回のタイブレークの末1対0でサヨナラ勝ちしたっていうね、結構勝負強いね、あの宮崎学園でした。で、あの宮崎ではですね、延べ学とか、あと、まあ、決勝で当たった精神、ウルスラ、間違えた。精神、ウルスラ学園。まあ、結構ね、あと、日南学園。まあ、ここら辺がですね、結構強いと言われてて、出場してるんですけども、宮学はですね、私、結構ノーマークで、今回ね、決勝まで残ったっていうのにね、結構びっくりしてたんですよ。宮学が残ったみたいな。あ、宮学ってですね、吹奏楽が結構強いんですよ。吹奏楽、合唱、囲碁部。まあ、文化部が結構強いんですよ。だからね、もう今回びっくりしちゃって、みたいな。まあ、そのぐらいね、
ノーマークだったんで、まあ、新たな、ね、風を吹き起こしてくれたなって感じてますね。もうあの次もう1回出たら次から注目するじゃないですか、宮学どうかなんて、まあ、そういうね意味でも楽しかったなと思います、甲子園ね。あとですね、もう一つ注目したい高校があります。名前はですね、上田西高校。こちらはですね、長野県の学校ですね。上田西ってね、ユニフォームがねかっこよかったですよまあね、ユニフォームもうあの渋くてですね、でなんか上田西のですね主張が激しい、ユニフォームだったんですよ。まあ、そのデザインがですね独特で、 X でもね注目を結構集めておりました。あの上田西の上の文字の下の棒と、まあ、上田の田の田んぼの字の真ん中の棒と、まあ、西の上の棒か、上の棒3つの棒をつなげて、まあ、右肩上がりに一つの線ってな線でね、上田西ってつながってるんですよぜひね皆さん調べてみてください。まあ、今回はですね、まあワクワク感を残そうと思って、なんか画像をねちょっと引っ張ってこなかったんですけど、まあデザインはですね、まあ筆文字なんですけど、まあこれがスピード感、右肩上がりの一本線が上昇気流、そして若々しい団結力を表しています。まあ、このデザインはですね、まあ、同郷のあの長野県出身の方、まあ、デザイナーの方がデザインしたっていうことで、まあ、結構ね注目を浴びておりました。まあ、いろいろねユニフォームで注目したいところはですね、あの高知県の代表の学校ですね、まあ、そこもですね結構赤とですねしましまで KC って書いてあって、まああのケンタッキーが食べたくなるなって思いながら、甲子園を見ながらねそういう感じで思っておりました。でなんかプレーで注目っていうか、まあなんていうか、まあこれはすごいと思ったのは、決勝のですね第一打席、まあ、先頭打者ホームランという、あれはね強烈でしたね。先頭打者でホームランとか今まで見たことなかったからびっくりしました。まあ、そんな感じでね結構私の中では楽しめた甲子園でしたが、皆さんは甲子園見てましたでしょうか。まあ、ぜひぜひねあの感想とかね聞かせていただけたらと思います。皆さんの注目選手とかチームとかぜひ教えてください。ということで甲子園のお話でした。あららら画面、今落ち着いた、今落ち着いた OK ということで、時間も時間なのでそろそろまたね新しいコーナーに移りたいと思います。今月から新しいコーナーができました。その名もタイムリミットミュージックはい、このコーナーですね、あの曲の上限を、上限というか、まあこの時間で流すみたいな、曲のですね時間を決めて、まあ、その曲を3曲ご紹介していこうっていう感じのコーナーです。まあ、今回ですね時間の上限決めました。3分いかないぐらいの曲にしました。まあ、2分50秒ぐらいが許容範囲かなぐらいな感じで選びました。2分のですね曲を選ぼうと思ったんですよ。2分ぐらいだったら3曲流しても影響ないなと思って、で調べたんですよ。そしたら2分の曲ってなかなかなくて2分30秒から50秒ぐらい見とかないとないなっていうのを気づいて、まあ、そのぐらいの許容範囲で選びました。もうなんか2分の曲ってねあるよなと思って探したけど全然ないのよいやまあそうよね、なんか伝えたいことがあってさ音楽にしてるのにさこの溢れんばかりの思いを曲に乗せてるのにさ、なんか2分で終わる曲ってまあそんないよねみたいな、まあ、そんな感じで、はい、まあ、3曲選んできました。ということでご紹介したいんですけども、まず1曲目、はい、ミュージックスタートということで、
こちらの楽曲、ジョナス・ブラザーさんの曲ですね。アメリカ合衆国ニュージャージー州出身のポップロックバンドです。デビューの時ですね、アルバムを出したんですけども、デビューをしたての時は脚光をなかなか浴びなかったそうなんですけども、セカンドアルバムがですね、ビルボード初登場5位に入るヒットをして、まあ、そこからだんだん人気になっていったっていう、まあ、あのポップですね、ジョナス・バラ。今流れている曲がですね、まあ、夏にぴったりの曲ですよね。ジョナス・ブラザーズでサマー・ベイビーっていう曲を流しております。ぜひぜひ、まあ、語りはこのぐらいで、あとは曲を楽しんでいただけたらと思います。さあどうぞ。いただいた曲いかがだったでしょうか。もうなんか夏、なんか爽やかですよね。爽やかっていうか、なんかなんだろうな、若々しい感じですよね。もうなんか10代の夏ですかって感じですよね。もうちょっと20代ではないような、なんかちょっとね、青春チックなね楽曲でしたよね。まあぜひぜひ皆さん、この夏ぜひリピートして聞いてみてはいかがでしょうか。それではですね、まあもうね、楽曲を紹介するコーナーですので、次のミュージックいきます。それではどうぞ。おい男ども聞かなかせよ。おい俺たちでこの夏最高の思い出を。続いての曲がですね、ウーパーワールドですね。まあ皆さんね、有名ですからご存知ですよね。まあ、今日はですね、ライブ映像とともにシャカビでお送りしております。まあ、この楽曲はですね、2007年8月8日にリリースされた8枚目のシングルですね。オリコンチャート初登場、なんと2位を記録した大人気の夏ソングでございます。まあね、歌詞がですね、結構過激なんですね。まあ、というのもですね、まあ、刺激的な夏をイメージした曲ですので、まあ、そういう感じになるかなっていう感じですね。で、ハイデンの挨拶がですね、シャカなんですね。で、マゼールの英語のシェイクですね。まあ、こっちかけた言葉、造語で、まあ、ビーチを揺らせみたいな感じの意味があるそうです。まあ、曲の名前がですね、シャカビーチのラカラカラーなんで、まあね、ちょっとね、おしゃれですよね。まあ、ぜひぜひ皆さん、ライブ映像ですので、まあ、一緒にねシャカシャカラとか言いながら楽しんでいただけたらと思います。まあ、それではね、この辺で私のお話は終わります。曲どうぞ。I'm not afraid to die.
はい、いかがだったでしょうか。まさに刺激的な夏って感じですよね。過激だなんかエロいって感じですね、はいまあ、ぜひぜひ夏プール行ったらね、海の方がいいかな、海に行ったらかけてほしい曲ですね。ぜひぜひかけてください。ということで次なんですけども、まあ、こちらですね、もうなんていうか私が感覚的に選んだ曲ですので、まあ、そのまま私のお話はなしに曲をね感じていただこうと思います。それではお聴きください、どうぞ。Chasing to try and fill these spaces. This puzzle needed something more. You're the only piece that fits in, the one that I was missing. So let's get away if we can just escape tonight. Oh, I know it's late and there's no time to waste. Can I tell you something you should know? I've been searching high and low, got this feeling in my bones, and I've been up all day and night with a whiskey and a wine. I've been working overtime just so I can make you mine, so I can make you mine, so I can make you mine. Your hand in mine, it feels like home. These summer nights together just keep getting better, yeah. Bare feet alone, just skipping stones. Shame about the weather, but as long as I am with you. So let's get away if we can just escape tonight. Oh, I know it's late and there's no time to waste. Can I tell you something you should know? I've been searching high and low, got this feeling in my bones, and I've been up all day. はい、ちょっと待ってくださいね。ね、ちょっと曲終わりにチカチカしたんで、ちょっとね、はい、すいません、直してきました。はい、いかがだったでしょうか。3曲をお届けいたしました。最後の曲はですね、なんかプカプカね、プールに浮きながら聴きたい曲ですね。なんかそういうイメージがあって選びました。あとはですね、YouTube で、よく夏和訳って入れたらですね、トップに出てきたんですよ。で聞いてみたらいいなと思ってたんで、ね、なんか、なんていうかな、爽やかとは違うんだよな。まあなんか落ち着くかな、落ち着く曲だなっていう印象。なんかあんまりさ、夏だから、ウェーみたいな曲多いけど、まあこういった落ち着いたなんかおしゃれな曲もいいんではないかなと思いました。ということでですね、まあここで謝りたいことがございます。まあですね、ウーバーワールドのシャカビーチですね。2分30秒ぐらいの動画だったんですけど、曲のですね、本当の長さはですね、4分4秒ぐらいだったんですよね。でも、後で分かったんですけど、でもライブ映像が2分36秒だったから、まあこれでもういいだろうみたいな。もう他に曲はないんだみたいな感じで、もうごめんなさいみたいな思いで選びました。すいません、ちょっとした。参照ですね、ご視聴いただけたらと思います。
4秒の動画がちゃんと上がるので、あの、YouTube の方でね、上がってるので、まあ、ぜひね、シャカビーチ聞いてください。というね、ちょっとずる報告でした。でですね、まあ、このですね、まあ、タイム、まあ、あの、このミュージックの番組っていうか、まあ、コーナーなんですけど、どうしようかなと思って。まあ、次はですね、長さをどうしようかなっていうのを、もう私は、なんか私が決めちゃうと、私が探しやすい秒数になっちゃう、分数になっちゃうんですよ、どうしても。まあ、大体、一番ね、曲の長さで多いのが、3分30秒ぐらいか4分30秒か4分が一番曲で探しやすいんですよね。まあ、皆さんね、曲分数で探してみてください、ぜひ。もうそこら辺がですね、一番多いです。3分30秒ぐらいですね。うん。で、まあ、その次に探しやすいのが5分ぐらいかな、5分の曲。で、その間とか、まあ、それより前の曲っていうのがなかなか探しづらいんですよ。そうそう。なんで、私はですね、多分、3分って言いながら3分30秒ぐらいの曲を選ぶんですよ。だから、次かける曲の分数は、スタートで決めてもらおうかなとか思ってます。なんか、決めてもらえないですか？ボードに書いてくれますか？ちょっとね、今スタッフさんにお願いして、次の、あの、このタイムリミットミュージックのコーナーの分数を決めてもらってます。ちょっとね、本当に自分の探しやすい分数っていうのがですね、私は分かってるので、まあ、そこに行くと思うんですよね、実際。なんで、ちょっとね、あの、まあ、なかなか難しい感じのやつだと嬉しいかな、みたいな。そうそう。なんかね、自分だとね、都合のいい風に持っていくからですね、人から決めてもらった方が楽しいですよ。リンリンリリそう、3分。お、5分。OK、5分ね。OK です。まあ、次、あの、タイムリミットミュージック、5分の曲を選びます。もう、ぴったり5分ぐらいの曲を選びます。もう、あの、ジャストぐらいで。なんかもう、今回は曲数なかったけど、5分ぐらいだったら結構あるので、はい。ちょっとね、5分のタイムリミットの設けた楽曲を探してきますので、まあ、ぜひぜひ。皆さんお楽しみにしててください。ということで、以上、タイムリミットミュージックのコーナーでした。ということで、起きてきたんですけど、いかがでしょうか。なんかですね、楽曲紹介ができたのが一番良かったと思うのと、甲子園の割ね、あの、ポリアズリーフムって、皆さんね、あの、あ、ちょっと待って、変な。アズリーフムっていうのは、結構ですね、プロレスの方とかですね、野球関係の方多いんです、ファシティが。だから私はもっと、高校野球は見る方だけど、詳しく見る方じゃなかったんですよ。けどなんか、プロレス FM のなんか YouTube とか上がってるから、ついつい見ちゃうんですよね、YouTube とかで。ってなると、なんか、ちょっと私も野球勉強しとかないと、あり入れないかも、みたいな。そんな危機感に、まあなんかね、まあ別に危機感になることもないんだろうけど、でもなんか語れた方がいいじゃん。共通の話題があった方がパーソナリティと会った時に話せるじゃん、やっぱり。っていう思いで、今回はですね、開会式のところとかも見ました、ちゃんと。更新のところもね、見ました。なんかね、退屈なんじゃないかな、見ててと思ったけど、なんか結構楽しめました。なんか入場の時とか、なんか選手の様子をですね、近くで映すんですよ、カメラが。いいって。なんか選手のね、なんかなんかこう、渾身の やる気具合とかね、一生懸命手振ってる学校もあれば、テレンテレン歩いてる学校もあるな、みたいな。あと一番気づいたのが、なんかみんな坊主っていうイメージがあったんですけど、高校野球って。なんか坊主じゃない高校も増えたなっていうのと、ユニフォームにデザイン性が出たなっていうのが、一番の私の、なんか嬉しかった部分ですね。なんか、
野球部だからってなんで坊主なんだろうっていうのはずっと不思議で、なんなら直射日光一番浴びとるのになんでハゲとるんやみたいな。お前らこそ髪の毛を生やすべきだろうみたいな感じで思ってたんですよ、ずっと。けども、まあなかなかそういうしきたりじゃないですか、しきたりで、私の学生時代もそういうのがあったから、みんな坊主だったんですよ。校舎たまにちらって見てもそんな感じだったから、みたいな感じで見てたんですけど、まあ、今回はですね、まあ、そういう高校も出てきて、なんか自由度が増えたというか、なんか学校が分かりやすくなった。あ、この高校ね、みたいな。ユニフォームもさ、昔はなんか白と黒とか、なんか結構地味なネイビーとか、なんかそういう派手な色とかあんまなかったじゃないですか。だから智弁和歌山はすぐ覚えたんですけど、私はね。赤じゃないですか。あとなんかこう、マークが、まあなんか丸い感じで分かりやすくて、すぐ覚えたんですよ。まあそれ以外の高校ってなかなか覚えきらなくて、野球がずっと好きだったんですよ。でもね、野球がそこまで好きじゃなくて、なんかこう、野球とか全然分かんない人が、パッて見たときに、え、どこの高校これ、どこのやつみたいな。どこの県から出場してんのって普通に思っちゃうところだったんですけど、今の高校ユニフォームって、デザイン性が出てますね。いろいろ面白かった。まあ、ちょっと話したんですけど、上田西とかね、上田西高校。めちゃくちゃ、上田西って感じでね、結構、第一試合からね、上田西高校出場してって、で、見たんですよ、開会式の流れからね。まあ、結果負けてしまったんですけども、いい試合でした。なんかね、ハラハラドキドキしましたね。結構、なんか点差がそんなに開いてなくて、まあ、せっぱせっぱいって、で、最後、ちょっと、ガタってなっちゃったみたいな感じだけど、でも結構感動しましたね。あとはね、なんか甲子園の曲あるじゃないですか。なんだっけな、今ちょっとど忘れしたんだけど、なんだっけな。ちょっと覚えてないんだけど、思い出せないんだけど、あの曲を聴いたら、あ、夏だなって思うんですよ。あ、甲子園だな、みたいな。ね、なんかそういうのを開会式でさ、なんかね、ミュージック、カルの方が歌ったんですよ、今回開会式で。山下さん、誰だったっけな、覚えてない。いろいろ覚えてないけど、そうそう、その方が、まあ、ゆっくりしたリズムで歌ってって、うわー、やっぱミュージカルしてるだけあるなみたいな。はい、そうそうそう、もうめちゃくちゃ感動しましたね。あとはね、慶応義塾のね、応援もとてもね、すごかったですね。まあ、あの応援を受けたらね、もう選手たちもね、嬉しいですよね。なんかそういうね、なんか思い出に残る、ね、甲子園でしたね。まあ、興味がない、私でもなんか興味持てそうな、なんか、取り組みが多くて、いいなと思いましたね。はい。ということでですね、まあ、こんな感じでお送りしてきました。私が今話した甲子園の話題とかですね、もっとね、詳しく話せるですね、専門的なことをですね、話せる方、結構ね、アズーリにはいっぱいいらっしゃいますね。スポーツ系得意な方、いらっしゃる女性の方でもですね、なんか野球めちゃくちゃ話せる方とかですね、多いんですよ。なんかね、聞いてると、なんでそんなこと知ってんだろうみたいな。そうそう、そのぐらいですね、野球に詳しい女性の方多いんですよね。女性というか、まあ、一緒にね、なんかコラボで話してることが多いんですけど、ちょっと番組名はまでは調べてないんだけど、結構何人か野球のことについて話してる方がいらっしゃいますので、まあ、アズーリのですね、YouTube、鳥越アズーリ FM って、YouTube の、検索のところで引っ掛けていただけると、まあ、バーってそういう関連の動画が出てくるので、まあ、ぜひぜひ私ではなくいろんなパーソナリティのお話聞いてみてはいかがでしょうか。いやー、いいですよ、野球。
あ、いいですよとか言いながら、まあ、にわかなんだけど、完全なにわかなんだけど。まあ、そんな感じで、次はですね、まあ、まあ、次やるたら、まあ、スポットについては、まあ、今回楽しかったよと思ってて、まあ、なんかその時期にやっているスポーツについて入れようかなと思います。まあ、今月と同じ流れではないかもしれない、来月は。今月はこんな感じで、まあ、何パターンか作ろうと思ってるから、まあ、あと1個ぐらい作るから、来月はまた違う感じの流れになって、はい。で、また、まあ、再月ぐらいにまた1から戻っていく感じになると思いますので、まあ、ぜひぜひ番組の動向を見ていただけたらと思います。ということで、ラストナンバーのお時間になりました。ママムのディンガ。ママムのディンガを最後に、まあ、今日はね、お別れしたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。私とはですね、また第4金曜日夜の9時からお会いしましょう。それでは、皆さん、いい、夢を見てください。バイバーイ。Fake dog, 어디 가니 친구야? 사이먼지 털어, 우리끼리 걸어.